コナコボの紋章、コナコボは、ロシアのトベリ州南東部にある都市。コナコブスキー地区の行政中心地で、ボルガ川をせき止めたイバンコボ貯水湖の右岸にあり、ボルガ川の上流は、州都トベリである。トベリからの距離は南東へ8 2トル、モスクワからは北西へ1 2 0トル。人口は2002年全ロシア国勢調査で42,335人。 1806年、この地にクズネツオボの村ができた。1820年代末には陶磁器及びファイアンストーキの工場が建設され、その評価と需要が高まるとともにクズネツオボも大きくなった。1930年、町は革命家ボルフィリ・コナコフの栄誉を称えて、コナコボと改名され、1937年に死に昇格した。コナコボ火力発電所。 コナコボ最大の企業は、町の北東にある、コナコブスカヤ火力発電所である。1969年に創業し、天然ガスで動いている、この発電所は、政府が半分を所有する、独占電力会社統一エネルギーシステムが、運営していたが、2004年に独立し、他の3つの火力発電所とともに、OGK-5 を構成するようになった。2008年から、 イタリアの大手電力会社エネルが OGK-5 の過半数を取得している。また19世紀以来の当時期、ファイアンストーキ工場も創業している。その他の産業には建材や工具などがある。粉コ,コボにはビバンコボ港に面した船着き場があり、上流のトベリ及びダムのすぐ下流のドゥブナとの間を結んでいる。またモスクワトベリサンクトペテルブルクを結ぶ。 鉄道本線からの枝線がこの町に届いている。ありがとうございます。